どんぐらいで死んだ、死んだら黙っときゃいいんだよね。あ、そうそう、死んだら黙る、もしくはミュートでいい。じゃああれだ。あ、誰か呼びかけるのあんまり禁止ってこと？なんか最近、あ、それはいい、それは全然いい。話してないけど、あ、全然いい全然いい、そういうのはいい。死ぬんじゃないみたいな。ダメなのはやられる瞬間に、なんか、うん、例えばやられて誰々にやられたっていう時に喋るのはダメ。そのうわーとか言っちゃうのも、あ、うわもいいよいいよ、それはいいよそれはいい。うわはいいけど、うん、そうそうそう、誰にやられたはダメってことね。だから、その人狼、逃げてる最中はいいんだっけ。逃げてる最中どういうこと。ああうん、そう、追われてる追われてる、こいつ人狼、それはいい全然。ああなるほど。そうだから、もう人狼側もしじゃあそれなったら人狼側もそれ言うしかないよね。あ、そうだ、そうそうそう、そうなるってことでしょ。そういうことそういうこと。でやられたら喋らなくなる。要は人狼が黙る。どっちも喋らなくなる。そう、そういうのが多分駆け引きよね。いや今のはわざとだよね。あん、あおいおい、バーンってなったぞ。始まる、まだ挨拶前。私ずっとここにいるだけなんだけどな。そうだよ。あのね、アキラムさん、アキラムさん多分ね、結構挨拶のハードル上げちゃってるから緊張してると思うんだ。ね、はい、ちょっとやってあげようね。はい、ね、やろう。行くぞ。いいか、みんないいか。いいよ。じゃあ順番いくよ。順番言うよ、じゃあ、はい、今から。じゃあ、うん、アキラムさん、じゃあ取り手。はい。ね。はい。で、まあ、最初ダイダラさん、はい、わかりました。で、土の子さんよろしくね。はい、かぶせてこいよ、かぶせてこいよ。え、待って、もう一回教えて、もう一回教えて。はい、どうも皆さん、トライアングルです。土の子です。どうもこんにちは。あれ、冒頭の挨拶でかぶせねえだろ。俺にかぶせる。俺だよ、かぶせんの。何してんの。はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、こちら一応最終決戦の場に来ているんですけど、今回はこちらで、鬼滅の刃人狼というものをやりたいと思います。まあ、ちょっとルールはこの後説明するので、まず、最高に面白い人たち3人連れてきました。もう厳選しましたよ。もう YouTube 界で面白い3人誰だって言ったら、まあ、この3人になるかなと思って、今回、こちらの方々を、おいおい、逃げんな、今の言葉にビビんな。ちょっとさ、盛りすぎじゃない。盛りすぎ。僕の中ではこの3人なんだよ。胸張って、はい、胸張って。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。超絶面白い。まず、辻の子さん。はい。はい。はい、じゃねえよ。続き言えよ。辻の子です。どうも。怖いです、もう。怖いです。やべ、超面白い。ちょっと一人放送事故だったんですけど、じゃあ二人目は、うん、ダイダラさん。はい、どうもダイダラです。今回ね、人狼するっていうことなんでね、まあ僕が狼になっても市民になっても土の子さんだけは殺そうと思います。よろしくお願いします。あげないぞ。仲間同士だろうがやるってことだよね。もち間違いなくやります。やります。それでは、最近出てなくてなんか仲悪くなったんじゃないのとか思ってる方いたかもしれないですけど、こう一点、アキランゴさん。あ、どうも、宇宙から来ましたアキランゴ隊長です。よろしくお願いします。アキランゴさん、地声ダメだよ。ボイちゃん切れてるよ。切れてるよ。ボイちゃん切れてるよ。待って、なしなし今の。ボイちゃん切れてる。ちょっと待って、まずい。やばい、もっと早く。やばい、ちょっと今のなしなし、マジでなし。ちょっとまずいって。地声うわ、やばい。普段ディスコードで話してる時にアキラムさんの声聞こえちゃったよ今ね。うん、多分内緒にしといてください。やっぱ声作っていかないと、キャラに合わせていかないと。多分これガチって思う人多いんだろうね、多分。今回ルール説明なんですけど、とりあえずこの4人でやるんですけど、まあ、通常の、まあ、人狼ルール的には、まあ、通常の人狼なんですよ。まあ、こちら4人いて1人が人狼になります。で、3人が市民で、市民側は今回、人狼って、まあ、基本的に何だろう、人狼側はもちろん市民を全員倒せばクリアになるんですけど、まあ、クリアというかね、クリアなんですけど、市民側は今こっちにね、こういう感じでビーコンがあるんですよ。このビーコン、もちろんサバイバルモードで走り回って、
あの壊していくんですけど、ダイヤモンドピッケルが今手元にありますね。でこのダイヤモンドピッケルで、その市民側はこの黒曜石をあの壊していくと。で、5個全部、人狼に全員倒される前に、5個壊せば市民側の勝ち、人狼側は、まあ、市民を全員倒せば勝ちということになります。で、人狼側はですね、こちらこのモブキラーなんか小林飛んでんな、このモブキラーがね、そのあるんですけど、人狼はこれでしか倒せません、その市民を。でも市民側はこういう感じで日輪刀で、人狼を倒すことができます。まあでも基本的に人狼はこれ全て一撃ですね。どんな技でも一撃ということでかなり強いんですけど、市民側はまあ呼吸遠距離攻撃とか強いけど一撃では倒せないかなって感じです。で、人狼になったら、こちらムザン様の血を人狼だけですね、6個飲みます。でも今ここでてかね、飲んじゃうとバレちゃうので、人狼決まった人は開始って言っていろんなところ行きながら、まあ血を、まあ、どっかで飲んで強くなってもいいです。でもその代わりちょっと足早くなっちゃうからバレやすいから、まあバレるの嫌だなっていう時は飲まない。でも飲んでおくとやっぱり追いつきやすいというか、足早いから追いつけるから、まあそこはちょっと人狼側に任せます。その配分は、血の配分はね、とりあえず6個支給しますっていう形です。で、はい、通話は基本的に4人全員します。で、やられた人は喋らないっていうか、まあミュートにしますね。やられた瞬間もう絶対黙ります。でなるべくまあ2人行動っていうか、ずっと2人行動はやめましょうっていう感じです。うんうん、はい。まあまあ一緒に壊す、出会っちゃった時にね、一緒に壊すっていうのは全然ありだけどね、その黒曜石を。いいですか。でちょっとダイダラさんいないんですけど、今どうやって人狼を決めるかっていうことなんですが、この中にガチャがあるんですよ。でその中にですね、このように紙が書いてあります。てめえが人狼だと、これが人狼ですね。であとこういう感じで市民、これが、この3つが市民ですね。でこれが人狼と。で1人ずつ入っていきます。で1回引いて、もちろんこの中身を見ずにね、この中身見ずに1回引いて出たら、もちろんまあみんな市民って言うでしょうね。人狼は人狼なんて言わないので、で市民が出たよみたいな感じで行きながら、でスタートって言ったら開始するという形になります。いいですか。じゃあ誰から引きますか。最初、はい、じゃあ大丈夫さん行ってきて、行ってきて、ちゃんと飛び出しますね。はい、バカバカして、こん中に TA、 じゃあ今こん中に覗いたでしょレディーに、なんでレディーを覗くなんてひどいよごめんね、ダメだよレディー、行くわよ、ごめんねやめろ目立つのやめろ、ダイダラさんよりなんか、つのこさん大丈夫かな、あ、人狼だったとか言いそうで怖いもん言いそうだよな言いそう、あー、そうでしたか、あー、怖いです人狼だこいつ、鬼の血持って、鬼の血って出てきたよ、血持って出てきたよ、いや、くるくる回しただけだからじゃあ確認だから、はい、行ってくるわね、行ってらっしゃい、どうだ、どうだ、どうだ、うわーどんなこれ、市民っぽいなこいつ、これ市民っぽいな、市民っぽいやこいつ、お前ら全員ぶっ倒す、お、はい、どうぞ、え逃がしてくるね、アキラングがなく、行ってくるわね、また地声出た、地声、本家出たぞ、本家出たぞ今、怖いよ。いやこれガチで分かんないね、当たり前だけど、分かんないね、誰だ、いや本当に分かんない、誰なんだ、分からん、誰なの、ひろこさんだろ、ひろこさんだろ今回、いや違うけど本当に、まあ、おわーいやべえ誰も分からんね、本当分からんね分かんないもんだねこれ、意外とやばい、おーん、それではよーいスタート、さすがにここでもう殴るよね、やばいやばい、待って本当に、おいおい待って逃げるな、ちょ待って、これで一番やばいのが、七六さんが人狼だった時やばいんよ、殺す、じゃこれ結構怖えな、みんな怖いやばいやばい、急に来そうで怖いよこれ、人狼の人あれだよ、4人で通話してること忘れちゃダメだからね、そうだ、これは最初体力減らしたけど結局一撃だもんな、確かにね、とりあえずちょっと壊そう、
あ、こそこそこそ、うん、これみんな誰にも会いたくないな。ちょっと待って、なんかアキラコさん一人なんかどっか行った？あれ本当にいるけど。だってなんか固まって、あ、まあ確かに、ね、あ、確かに確かに確かに、まあ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 、まずはまずはね、うん、まずはまずまずは3人でもいい。あれでもこれもう壊れちゃうよ、全部終わっちゃうよこれ、大丈夫？終わっちゃうよ、そうだよ、うん、いいの？もう終わりよ、いいのかな、いいの人狼さん、あとままだなんかね、2個壊して 2個だからビーコン壊れてないやつある、黒曜石壊れてるけど。OKOK。 あ、じゃあビーコン壊したら終わりって感じで、じゃあそうだね、ビーコンも壊してほしい。黒曜石とビーコンってこと？そう、ビーコンで出待ちしてる可能性あるよ。あるね、全然あるね。そうだね、今ダイダラさんが近くに来てるよ、こっち。お、なんだろう、そっちのビーコンか。大丈夫だね、大丈夫だね、大丈夫だね、あと1個だよ、来たよ、あれ、あと2個、あと2個、あと2個、大丈夫だよ、あと2個。え、本当にいいの人狼さん、人狼さん本当大丈夫？ビーコンどこ、これ動画的に大丈夫これ、人狼さん大丈夫、人狼さん焦った方がいいよこれガチで、そろそろ本当に。ビーコン壊しましたけど、あれあれ、え、え、終わり、あと1個、あれあと1個、あ、大丈夫、あと1個だよ、え、なんかいる、あと1個だよ、 今壊した、あ、今壊したのか、今僕壊してるよ今、大丈夫人狼さん、大丈夫、本当に本当大丈夫、誰人狼、え、あれ誰、え、なに、ちょっと見間違えてない、大丈夫、あと1個だよね、うん、はい終わり、あ、終わった。ちょっと待って、誰？はい、人狼反省会。これ、これ、はい、人狼姉さん反省会。ちょ、反省会行こう。反省会行こう。誰？おい？誰？じゃおい！違う違う、これで俺、ビーコンの位置がで、ね、最後見つかんなくて。うん。あー、じゃあ。じゃあ、今度誰から聞きますか。はい、調整したんで。じゃあ、最初、あえてじゃあ僕行く？あ、そうやね。うん。じゃあ、私から行かせていただきます。失礼いたします。懐かしいなそれ。おお。あー、オオカミ人狼。やべー。うお、そう。びっくりするね。引いてきます。はい。はい。どうだ？はい。ラスト。あー、これかー。どう？うおお。怖い怖い怖い。第2詰めないで。第2。大丈夫です。オッケー。待ってね、サバイバルになってるか確認します。頼むぞマツコデラックス。誰がマツコデラックスだよ。マツコデラックスじゃないか。大丈夫です。では行きます。うん、よーい、スタート。よし。よし、行くぞ。いけ。誰だ。毎回も。相変わらずでござるな。あ、行き前進めなくなった。やべえ、ドキドキしてきた。いや、指震えてきた、怖いな、ちょっと。どうしようかな。二人目なんの怖いんだよね。そうだね。うん、本当に人狼はとりあえずはまあ、あの一応ねバラバラになるっていうのは決めてるけど、もちろん人狼は絶対一人を狙ってくるから、本当に進めなくなった。とりあえずダラさん、今誰とりあえずダラさんと何何、あ、そこにいるけどね、まあ、うん、壊してます、壊すから、え、誰かと一緒にいるとか言うのあり、言う、どうする、まあ、今壊してますとかでいいかな、いい、じゃあ今3人で、うん、3人で、まあ、人狼って最悪バレても、うん、まあ、うん、全員人狼側を倒したら勝ちなわけだから、バレてても別に、まあそうだね、そう、はいはい、もう本当に最悪3人揃ってたらバカンバカンバカンって壊してもいい、あ、そっか、うんうん、これビーコンは壊しちゃダメか、とりあえずじゃあまあなるべく、今さバラバラしようか、黒曜石殴ってたけど壊れるの遅かったんだけど、めっちゃ遅かった、あれなんで、もしかして人狼じゃね、人狼さん壊すふりしてただけじゃないの、あるんじゃない、あれってか、ちょっとアキランコさん見えないのがちょっと怖いんだよ。いやいやいや、そんなことない、ね、いやもう私だって思ってるんだけど、怪しいことするわけないでしょ、本当？もし人狼でも、ほんとほんとほんと、とりあえず僕ちょっとビーコン壊そう、どこ行こうかな、ここどうかな、え、これ誰かいる、ちょ、後ろにさ隠れてそうで怖くない、なんか怖いな、怖いな、おえ、ちのこさんこっち来ねえでほしいな、怖いから。なんでよ、出会いたくない、あ、僕いるよ、僕いるよ、え、あ、今後ろ僕後ろ、ビーコンの後ろ、あ、同じとこ来た、うん、壊せる、みんな同じとこ来るの、一緒に壊そう、オッケー、おー、いた、一緒に壊そうの声今笑ってたで、今怖いね、一緒に、怖い、怖い、痛い、待って、トライアングル何、あいつ最後ってやられた瞬間トライアングルって言ってんだよ、トライアングルさ、もしかして何、あいつルール守ってねえんだよ、やられる瞬間に名前言うんじゃねえよ、もうやられてたのに、よダイダラさ ん、ま、さこんにちは、ダイダラさん、ちょっと一回合流しません、あ、いいよ、どこ行く、うん、入り口集合しようじゃ、あ、オッケーっす、オッケーっす、どこの入り口待っといて、入り口って待っといて、ちょっと黒曜石一緒に壊しましょうよ、あ、いいよいいよ、やろうか、じゃあ、うん、ちょ、人狼誰っすかね、人狼誰だろう、わかんねえな、いたー、いたー、こんにちは、
こんにちは、ダイダラくん。あ、出て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 。これが若さなのだよ。気持ちいい。これ気持ちいいね。